カンバラ観音堂、カンバラ観音堂は、群馬県安妻郡妻越村カンバラにある観音菩薩を祀る雷道である。1783年7月8日、河口より北側約1 2トルにあるカンバラ村は、浅間山の大噴火による土石流に襲われ壊滅。この時、カンバラ村の村外にいた者や土石流に気づいて階段を上り観音堂まで避難できた者。 合計93名のみが助かった。この災害では、当時の村の人口570名のうち477名もの人命が失われた。現在、地上部分にある石段は15段であるが、村の言い伝えではかつてはもっと長いものだったとされていた。1979年に、 観音堂周辺の発掘調査が行われた結果、石段は全体で50段あったことが判明し、土石流は35段分もの高さに達する大規模なものであったことが分かった。また、埋没した石段の最下部で女性2名の遺体が発見された。若い女性が年配の女性を背負うような格好で見つかり、顔を復元したところ、よく似た顔立ちであることなどから、 娘と母親、あるいは年の離れた姉妹など、近親者であると考えられている。浅間山の噴火に気づいて、若い女性が年長者を背負って、観音堂へ避難する際に、土石流に飲み込まれてしまったものと考えられ、噴火時の状況を克明に移している。また、天明3年の浅間山の噴火で流出した土石流や火災流は、肝原村の北側を流れるあ川に流れ込み、 アズ川を一旦せき止めてから決壊。大洪水を引き起こしながら、アズ川沿いの村々を押し流し、被害は、利根川沿いの村々にも及んだ。この一連の災害によって、1490名の人命が奪われる、第惨次に及んだ。また、当時、神原村にあった、延命寺の石氷や、隣村にあった、常林寺の梵鐘が、 つまごい村から約20キロメートル下流の東阿賀妻町の東ず川の河原から約120年後に発見された。大噴火によって、甚大な被害を受けて不安な日々を過ごす住民は、江戸の東永山寛永寺に救済を求めた。前年に、東永山寛永寺ご国院の住職から、新州全行ジベットを大寛人寛寺に就任した東順が被災地に入り、 炊き出しのための物資調達に奔走、被災者一人につき白米五号と、千五十分を三千人に施し、念仏供養を三十日間施行した。その様子は、数多の僧侶を従えてほどなくひじりもつきたまいせ描きの、段を設ければ、残りの人々集まりて皆もろともに合唱し六時の、名号を歌うればせはは数を、爪ぐりてご協力賞を成しともうと、 浅間山噴火大和山として伝承されてきた。1784年7月、当順は、善光寺本堂にて、浅間山大噴火被災者の追前大法要を執行。被災地には1490人の名前が書かれた、競技当場が送られた。また、被災した人々の心の平安を取り戻すため、大量に授与した、ケチ脈符と呼ばれるお守りが評判となり、落語、 おけち脈の題材になった。その縁から、当巡寺筆の南無阿弥陀仏の妙行碑が混流され、足跡を伝えており、2015年8月5日に行われた浅間押し233回菊要祭では、前光寺長老の村上光太大僧正が招かれ、地元の常林寺の高橋国光住職らと共に、土胸、当巡は仏様の慈悲にすがって被災者の生き残った。 人のケアをしようとした。カンバラの被災者の供養が現在の全国事己会長の原点になった。と解説している。村が丸ごと飲み込まれたことから東洋のポンペイとも呼ばれ、発掘による出土品や当時の様子、絵図などが観音堂に隣接した妻子ご郷土資料館に展示してある。多くの火山災害の被災地では生き残った住民が避難した先で新しい街を 再建したが、カンバラは、生き残った住民が、同じ場所に戻って、村を再建した非常に珍しい例である。現在、火山災害から命を救った観音堂は、薬除け信仰の対象となっており、地元、カンバラ地区の、カンバラ観音堂奉仕会の人々が交代で、お堂に詰めて、先祖の供養を追日ちも欠かすことなく行っている。観音堂を訪ねると保存会の方から、 昔語りの話を聞くこともできる。2018年8月5日の供養祭には、流れ着いた犠牲者を供養した縁で交流が続く、伊勢崎市の戸谷津堺中島地区の住民も参列した。本尊は十一面観音菩薩。ありがとうございます。